Thank you.
本日は現代音楽の第10回記念公演にようこそお越しくださいました。今2曲続けて、お届けしましたが、次の曲 の作曲家である細川俊夫先生が今日お見えですので、ちょっとステージに上がっていただいて、一言曲についていただければと思います。細川先生お願いします。ちょっと先生の作品の中で能は結構大きなテーマかと思うんですけれども、さらに繁盛とか松風とか、能を題材にした作品も書かれ、オペラを書かれてますし、また私のために二人静か海から来た少女という、平田織座さんが原作のオペラも書いてくださいました。先生にとって能というテーマというのがどういうものであるのかということと、また実際オペラの先 の2作は、西洋の歌手が歌ってたわけですけれども、実際私のために書く、歌いのために書くっていうのはどうい こう難しさというか、そういうのがあったかとか、もしありましたら。今日は遊びに来たんですけども、急に喋ると言われまして非常に困っております。ですね、能というのはやっぱり亡霊のお話で、つまりこの世とあの世をつなぐような内容ですよね。で、今日 のプログラムを見ても、最初のあなたの写真はどう考えても亡霊にしか見えないんですけどね。で、この世とあの世をつなぐようなドラマというのは大変興味深いし、そしてその音楽的にですね、その音をのトンネルを通って違う世界に入ってもう一回帰ってくる。そしてそれやっぱり亡霊の人が死んでも死にきれない、そういう悲しみを持ってるわけですよね。で、それをこの舞台の上で歌って、そして語って、そして舞うことで心 の浄化をされて、もう一回橋がかりですね、橋を通って帰っていくという、その構造がやっぱりすごく興味があるわけですね。それでいろんなオペラを作りました。じゃあ今からの曲についてなんですけど、スモールチャント、小さな歌について、はい、今日は上村彩乃さんの、チェロのソロでお届けしますが、その曲についてちょっとお話しいただけますか。はい、チャントっていうのは聖なる歌といいますか、宗教的な歌のことですよね。で、これスモールチャントというのは、その今から10年前に、これはこの曲はですね、堤剛先生という素晴らしい日本 の偉大なチェリストの70歳の記念のために書きました。今もう80歳になられてるから10年前のことなんですけども、でその当時チェロコンチェルトを書いてまして、それがチャントというチェロとオーケストラの曲なんですけど、その一部分を取って小さなチャントというのを堤先生にプレゼントしたわけです。そして僕の音楽というのは楽器というのは声の延長なんですね。声の延長としての器楽曲だから、チェロというのは自分の声 のできないことをチェロでやるということですね。で、その一番僕にとって大事なチャントというのは唱名なんです。仏教の、特に密教 の真言唱名、天台唱名というのが一番大事な歌 でその歌はどういう形態を持っているかというと、カリグラフィーですね、毛筆の線のようにゆったりとこういう緩やかなおーおーおーっていうね、これはもちろん涼子さん の歌いにもあるわけですけど、日本 の声の伝統 その本質にあると思うんですね。で、そういうだからその声の伝統というのは毛筆なんですね。鉛筆で描く細い線ではなくて、たくさんたくさん大きな毛がいっぱいついた毛筆でこう描きますから、どうしてもズレが出てきて、微妙なズレがあって、それからビブラートとか、それからグリッサンディアがポルタメントとか、そしてパッと消えていく
ていう、そういう声のラインを書きたいと思ってるわけです。そしてもう一つはあのカリグラフィーって言いますと、白い空間が、余白が大事なわけですね。どこから線が生まれてくるか、もしこの白い空間がないとこの線は生きてこないわけですね。で、音楽だとその音がないところ、音がない部分から生まれて、それが微妙に変化して、その微妙な変化を聞くことによって、その音の面白さが聞こえてくると思うんです。あなたの今演奏なさった曲でも、音がないところから音が、点的な形を持ったり、それからポルタメントがあったり、そういういろんな形の形態があったと思うんですけども、まあ、そういうことを音楽のテーマにしているわけです。で、まあ、能は特に打楽器なんかでもこういうよーってこれパッてやりますよね、その鼓なんかで。それでここの音がない空間、これがこれにテンションがなかったらいい音はしないわけですね。だからそれが日本の間ということだと思うんですけども、そういうことをテーマにして作曲しております。ました。ではありがとうございます。では皆さんお楽しみください。Thank you.
Thank you.
では最後の曲なんですけれども、今回 新曲になります、作曲家の坂田直樹さん、パリからお越しいただいてますので、ちょっとお話を伺いたいと思います。じゃあ、曲のことをお話しいただければと思います。で、私は次の曲の準備があるので、もう坂田さんに全部お任せして失礼いたします。まずは皆様、本日は現代音楽 の第10回公演にお越しくださいまして誠にありがとうございます。私の新作カナバという曲なんですけれども、皆様にこの世界初演を見守っていただき大変嬉しく思っております。ですね、本当は青木良子さんと対談なのかなと思っていたのですが、ちょっと直前にいろいろ一人だということが分かり、ちょっとアドリブなのでちょっとお付き合いいただければと思います。そうですね、青木良子さんとの出会いだったり私の音楽、それから新作についてささっとちょっと触れていこうと思います。私は日本で勉強してから留学でパリに行きました。それで今も向こうとこっちを往復する形で音楽活動をしています。本日のビオラの東條圭司さん、それからファーストバイオリンの成田達樹君、彼らは学生時代からよく知っている友人で、今回演奏していただけて大変心強く思っています。で、青木良子さんも実は私が初めてお目にかかったのが日本ではなくパリでした。当時からもう10年以上前からパリのフランス人とのコラボレーションだったり、それから馬場典子さんという作曲家の、ノーオペラを上演したり、それから今日お見えになっている細川俊夫先生の二人静かなどで本当にコンスタントにパリにも足を運ばれていて、当時から、自分はその青木さんの活動を横で見ていました。なので今回このような機会に新作移植をいただけて大変光栄に思っております。で、私がそのフランスに行った理由なんですけれども、フランス音楽っていうのはその歴史を通じて音楽の響きというものに深い興味を抱き続けてきた、そういう音楽文化を持っている国だと思っています。で、私はそこにすごく惹かれましたので、自分の音楽でもその響きというものに対して非常に大きな関心を寄せています。で、その上でそうですね、向こうで学業を終えてからそのフランスで生活する中で本当にこう多様な価値観が あるなということを日々感じることになったんですが、自分にとっての音楽の大事なところっていうのがやっぱり日本文化からのインスピレーションというものが非常に大事だということに気づき、それをここ数年は特に深く追求しています。そういう、自分の関心があった中で今回青木さんから移植をいただけたというのは歌いの移植をいただけたというのは本当に喜ばしいことで、とても大きな刺激となりました。で、今回題材にした「カナワ」なんですけれども、これは古典のお能なんですけれども、あらすじはですね、主人公のシテの女性が既婚者で結婚していたんですけれども、旦那さんに浮気をされてしまって新しいお嫁さんが来てしまって、で捨てられてしまうと。で、牛の国参りをして自分が鬼となってその新しい奥さんと
元旦那を呪い殺そうとする、そういうひどいストーリーな、凄惨なストーリーなんですけれども、まあ、ひどいと言いましたけど、本当にこう、おどろおどろしいんですけれども、そのおのおのその舞台に全体には何かどことなく非常に悲しい、詩的な悲しさというものが漂っている、そこに自分は結構心を打たれました。ですので、この作品の中では非常にこう暴力的な音だったり、おどろどろしい表現が出てくるんですが、部分的には本当にこう繊細な、悲しみを誘うような、表現も出てきます。それから、その主人公の師弟が鬼になるということなので、悲しみに暮れている状態から鬼になるっていうのをどういうふうに表現しようかと思った時に、各々持つその速度変化のダイナミックな部分っていうものにフォーカスをしました。なので、例えば曲の中でテンポが8倍になったりとか、そういう大きな変化が起こります、行われます。で、作品ではそういうところをちょっと、お聞きいただければと思います。最後に、今回10回目の公演ということで、自分にとってはそのお能に対、歌に対して曲を書くということは初めてだったんですけれども、大きなチャレンジだったんですけれども、すでにたくさんの作曲家の方が、作品を残されていたので、いわばその道というものが、道なき道を進むのではなくて、すでに道があったんですね。なので、自分はそこを歩けることができましたので、非常にこう豊かな、皆さんその今までの作曲家の方の経験を生かしながらチャレンジができて非常に助かりました。このシリーズが長く続くことを心から祈っております。ありがとうございました。
Oh,
Oh!